聖カタリナ修道院は、エジプト、シナイ山の麓にある強国の川口、シナイ半島に位置する、聖教会の修道院の名称。他に、聖カテリナ修道院、聖カトリーナ修道院、聖カテリナ修道院とも称される。修道院は、現在も継続して機能する、キリスト教、聖教会の世界最古の修道院である。聖カタリナ修道院は、 ユネスコの世界遺産に登録されている聖ペトロの遺恨。聖カタリナ修道院は現存する初期の遺恨を収蔵しており、このような6世紀の老化法による遺恨も所有している。1884年、西暦381年から384年頃に書かれたとみられるイニシエの手記の断片がイタリアのある図書館で発見され、当時の聖地の様子や市内半島地域の 修道院軍での修道生活の様が描かれており、注目された。この出記の一編には、聖なる地から書かれた旅行記の一部、そしてエルサレムにおける復活祭の詳細な序述が含まれていた。手書きの文書は、エゲリアという名の女性の手によるもので、ラテン語で書かれていた。彼女は、聖地や旧約聖書により、モーセが神から十回を授かった地とされる。 市内山やその周辺にある多くの場所を訪れていた。聖カタリナ修道院は527年から565年の間に皇帝ユスティニアヌス一世の命により建設され、コンスタンティヌス一世の母親であるコンスタンティノポリスのヘレナが建設を命じた燃える芝の教会を囲んだ。この教会の場所はモーセが神の言葉を授かったとされる燃える芝が見られる場所で、 ここに生息する低木は原生のものであるという。現地はユダヤ教、キリスト教、そしてイスラム教の三大宗教から新聖死されている。修道院は通例性カタリナのものとして知られているにもかかわらず、その実際の名称は旧世主権社会修道院である。しかし、この場所はその遺骨が奇跡的にも天使によってここへ運ばれてきたと言われる。 聖カタリナと結びつけて考えられ、聖地巡礼者からの人気を誇る地となった。聖カタリナは、はじめは、車輪で処刑されることを宣告された。しかし、この車輪系が失敗に終わったため彼女は、内首の刑に処された。伝承によれば、天使が彼女の遺体を、市内遺産へと運んだと言われている。800年頃、当時の市内修道院の修道士が彼女の泣き袋を、発見した。 この時、エジプトはムスリムの国であったため、市内遺産に連なる巨大な連邦に建てられていた、このキリスト教の修道院は、初期キリスト教のエジプト出身とされる、地名女聖人、カタリナの名を使用することができたのである。修道院が所有し、ムハンマド本人により署名されたものとされる、文書によると、修道院がある、主の政治的亡命施設として容認されるようになった。 あと、ムハンマドは、敵から身を守るため修道院に身を隠したとされる。こうした理由と修道院領内に、ファーティマ朝のモスクが建てられたため、修道院は長年にわたる一体の、イスラム教支配下でも生き延びることができたのである。このモスクは正しくメッカの方角を向いていないため、現在では使用されていない。7世紀中に、市内産にいる孤立した忍者が排斥され、補強された。 修道院のみが残った。修道院は依然として、それを守る巨大な防御施設により囲まれている。20世紀まで入り口は外壁の高い位置にあるドアを通じたものであった。1099年から1270年までの十字軍の時代より、市内山における十字軍の存在がヨーロッパのキリスト教徒の興味を借り立て、修道院を訪れる向こう水な巡礼者の数を増加させた。 また、修道院は、エジプト、パレスチナ、シリア、クレタ島、キプロスとコンスタンチノープルにあるシントラによって支援されていた。黒装束に身を包んだ市内の総修道院図書館は、世界中の初期の写本や手記の収集物を世界で2番目に多く収蔵しており、唯一バチカン図書館がそれを超える数を誇るのみである。収蔵するコレクションの長所には、ギリシャ語、 コプト語、アラビア語、アルメニア語、ヘブライ語、古代シリア語で書かれたものが挙げられる。ワッシリカと呼ばれる主聖堂ほか複合施設にはかけがえのない美術品が収容されている。その中にはギリシャとロシアの遺婚、ロ老化法による絵画、主催の送信具、生産灰や生意物箱がある。最も重要なことに現地は5世紀と6世紀における 初期絵コン作品の拠点となっていた。旧約聖書を題材とした最も古い遺コンもここに保管されている。図書館内で行う作品のカタログを作成する計画が現在着手されている。修道院は市内三聖教会全体を構成する。この教会は修道院の大修道院長でもある大主教により引き入られる自治性教会である。大主教は 伝統的にエルサレム総主協調より助成される。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。